産業革命産業革命の背景産業革命は18世紀のイギリスで始まりました 生産手段として機械を使用するようになり大量生産が可能となり農業社会から工業社会へと移行するきっかけになりました産業革命がイギリスで起こった背景として英仏が植民地争いをしていましたがイギリスがこれに勝利し広大な植民地を獲得していましたそのため豊富な海外市場を持っていたことがありますつまりたくさんものを作っても売る場所がないと意味がありませんよね イギリスにはそれがあったんですねまた石炭や鉄など豊富な資源を用い毛織物工業やマニファクチャーが普及していたことで資本を蓄積していたことも産業革命につながりましたさらに同時期には新農法の採用や農具の改良など農業革命も起こっておりまた地主が中小農民の土地を購入し農地を拡大する囲い込みエンクロージャーも起こっていましたそのため土地を奪われた中小農民たちは都市へ流れ込み工場労働者になりました 彼らは産業革命を支える労働力となりましたまたこれが原因で都市人口が急増したためにスラム街が発生したり公害が発生したりもしましたさてそんな中当時のイギリスではインド産綿布のキャラコが流行していましたとても吸湿性に優れており肌触りが良かったんですねこれをインドから輸入するのではなくてイギリス国内で作れないだろうかということが考えられるようになりました つまり産業革命で何を作っていたかというと綿製品を作ろうとしたんでさまざまな機械が発明されて産業革命が綿工業の分野から進んでいくことになります機械の発明宝石と植風それでは綿製品ができる過程を確認してみましょう初めは綿花というお花ですがこのモコモコの部分から糸を作るんですねこの作業のことを「貿石」と言います こうして糸が出来上がるとこの糸を用いて布を折るんですねこれを織布と言いますそうすると綿製品が出来上がります私たちが今着ているような服にもなっていくんですね最初に作られた機械はこの織布でしたジョン・ケイが飛び火を作りますそうするとたくさん布を折ることができるので糸が足りなくなります すると次に防石器が作られましたハーグリーブスのジェニー防石器やアークライトの水力防石器ですすると今度は糸がたくさんできるので余ってしまいますですのでカートライトが立食器を作りましたさらにこの綿花のモコモコの部分から種を取る必要性があったんですねこの作業をワタクリと言いいアメリカのホイットニーがワタクリ器を作りました動力革革命命と交通革命 さまざまな機械の動力に蒸気機関が用いられこれを動力革命と言いますこれはダービーがコークス製鉄法を発明し製鉄業が盛んであったことも後押ししましたこうして蒸気機関が使われて蒸気機関車や蒸気船が実用化しましたそれぞれスティーブンソンやアメリカのフルトンが活躍します こうして様々なものが大量に素早く運ばれるようになったので、交通革命と呼ばれます。特に有名なのが1830年、リバプール・マンチェスター間に鉄道が開通したことです。マンチェスターは綿工業の中心地、リバプールは港町として貿易が盛んでした。こうして産業革命で作られたイギリス製品が世界中へ素早く輸出されることになりました。 このようにイギリス製品綿工業や鉄鋼などは次々と世界中に輸出され世界の工場とイギリスは呼ばれました19世紀イギリスは世界工業の3分の1以上貿易も4分の1を占めていましたまた新市場を求めて植民地を拡大しており世界最大の植民地を持つ帝国となっていましたまたナポレオン戦争の後は各国に産業革命も普及していきました 他の西洋諸国も産業革命を達成しアジアアフリカなどへ進出して海外市場や原料供給地にしていきましたこのような形でアジアアフリカ地域を国際分業体制に組み込んでいったんですね世界の経済は広がり世界が一体化していきます世界市場の形成です経済は広がりましたが同時に経済の混乱も世界に波及し恐慌も起こるようになりました資本主義と社会主義 産業革命の進展とともに資本主義体制も確立していきました新たに現れた産業資本家は土地や工場などの生産手段を持っていました彼らは生産手段を持たない労働者を雇います労働者は労働力を提供する代わりに資本家から給料賃金を得ますこうして商品を生産するんですね このように生産手段を持つ資本家が労働者を雇って商品を生産し利潤を追求するそういうシステムを資本主義体制と言います。まさに今の私たちの目の前にある社会そのものが産業革命の時代から生まれてきたんですね。しかしこの両者の間には対立も生じます例えば長時間労働や低賃金自動労働などの労働問題です今の現代社会でもブラック企業などが問題になったりしますよね こうした状況の中で、新たな思想として現れたのが社会主義思想です。これは生産手段を共有化、みんなのものにして、富を分配して平等な社会を目指すものです。初期に現れた社会主義者としてオーウェンがいます。 彼は1830年代の一連の工場法の制定に尽力し、救済未満の労働の禁止などが決まりました。オーエンが空想的社会主義と呼ばれたのに対して、後現れた科学的社会主義のマルクスは社会主義思想に大きな影響を与えました。友人のエンゲルスに支えられたマルクスは共産党宣言や資本論を書きました。そしてこの共産党宣言の最後の言葉は「万国の労働者よ団結せよ」という言葉で終わっています。 世界中、バンコクの労働者が団結して資本家と対抗すべきだと主張したんですね。さて、そんな中、資本家は1832年の選挙法改正によって議会に進出し、自由主義政策を推進するようになります。一方で、都市の労働者はこの選挙法改正で選挙権を得られなかったため、不満に思いチャーティスト運動を起こします。これは男性普通選挙を求めるものでした。 人民憲章ピープルズチャーターを掲げてチャーティスト運動を起こしました産業革命後の生活環境変化産業革命による生活環境変化を見ていきましょう産業革命により都市人口が急増しますすると突然集まったため劣悪な住居衛生環境になり上下水道が不整備だったこともあってコレラなどの伝染病が流行することになりますまたスラム街も形成されました 石炭を家庭燃料として使っていたため有害物質が排出されスモッグにも悩まされましたまた工場や家庭からの排水汚水によってテムズ川は汚くし一滴に100万匹の虫がいると呼ばれましたこうしたことも伝染病の流行につながっていったんですね そして産業革命期には賃金や利子を計算する必要があったので社会全体が同じ時間で動く必要性が生じましたそのため時計が普及していったんですねその結果労働者の定時出勤や遅刻の概念などが生じました中世の農業を基盤とした社会では天候に大きく左右されて人々は生きていましたが産業革命以後は時間にに人々が左右されるるようになるんですね。そしてそれは今の現代社会も同じですよね まさに産業革命は今の私たちの目の前にある社会がスタートする一つの転換点だったんですねまとめ産業革命の範囲を復習していきましょう産業革命とは工業を中心とした社会の変化を指します生産手段として機械を用いるようになりました18世紀後半イギリスで始まりますイギリスで始まった背景としてイギリスは多くの植民地を持っており海外市場が豊富であったこと また、毛織物工業が盛んでイギリスの商工業者は資本を蓄積していたことがあります。また、この時期には地主が中小農民の土地を買い農地を拡大するエンクロージャー囲い込み運動が起こっていました。土地を失ってしまった農民は都市へ流れ込み安価な労働力となります。つまり彼らは工場労働者となり産業革命を支える労働者となりました。また、同時期には新農法、ノーフォーク農法が広がったり農具が改良されるなど農業広がったり農具が改良されるなど農業 革命が起こっており生産が増大し人口増を支えていましたこうしたことが産業革命に繋がっていきましたさてそんな中当時のイギリスではインド産の綿布キャラコが流行していました この面織物をイギリス国内で大量生産しようというところからさまざまな機械が発明され産業革命が進展していきましたはじめにジョン・ケイが飛び火を作りますそしてアークライトが水力防石機カートライトが立食機などを作りましたそんな中バットが蒸気機関の改良に成功します動力革命ですさまざまな機械の動力となりフルトンが蒸気船スティーブンソンが蒸気機関車を実用化したりしました こうして長距離高速輸送が可能となり交通革命が起こりました特に大都市リワプールとマンチェスターを1830年につないだことは有名ですまた産業革命期には資本主義社会も進展していきました生産手段を持つ資本家が労働者を雇い利順を追求するシステムです また1832年には選挙法改正が行われ資本家が議会へ進出し自由主義が進展する契機となりましたまたナポレオン戦争後には各国に産業革命が波及していくことになります資本主義が進展する中で新たに社会主義思想も誕生しました産業革命による都市人口の増加によってスラムが形成されたりスモックに悩まされたりあるいは低賃金長時間労働の労働問題に悩まされました ここれれにによりり労働組合が形成されることになりますまた19世紀のイギリスでは一連の工場法が制定され子どもの労働の禁止などが決まりますまた労働者の参政権獲得運動であるチャーティスト運動も起こりましたこうした資本主義の下での労働者の貧困が広まるにつれて新たな思想社会主義思想が人々の気持ちを捉えることになります生産手段を共有化し富の分配で平等な社会を目指すものです イギリスのオーベンはニュー・ラナーク村で社会主義的改革を行い成功をしました他にもフランスのサンシモンやフーリエがいます社会主義思想の中で最も大きな影響を与えたのがマルクスです彼は共産党宣言や資本論を書きました友人のエンゲルスに支えられながら彼はさまざまな活動をして後のロシア革命に大きな影響を与えました